宇宙航空研究開発機構、JAXA は22日、昨年2月に宇宙飛行士候補に選抜され、訓練を受けていた諏訪治さん、47と米田愛悠さん、29の男女2人を21日付で正式に飛行士と認定したと発表した。今後は米国を拠点に訓練を積み、宇宙に行く任務決定を待つ。米国主導の国際月探査、アルテミス計画で、 月面に降り立つ任務への関与も期待される。写真、宇宙飛行士訓練を公開訓練する米田あゆさんと諏訪治さん。諏訪さんは東京生まれ、茨城県つくば市育ちで、世界銀行の上級防災専門官を務めていた。米田さんは東京生まれ、京都市育ちで、日本赤十字社医療センターに所属していた外科医。選抜後に JAXA に入り、 航空機操縦や宇宙での健康管理、電気工学など基本的な知識や技能を得る基礎訓練を重ねてきた。今後は米航空宇宙局のジョンソン宇宙センターを拠点に、飛行士としての知識や技能を高める訓練に参加する。二人は23日に東京都内で記者会見を開いて抱負を語る。宇宙飛行士の認定は2011年の結城宮さん、大西拓也さん、 金井憲重さんの3人以来で、JAXA に所属する現役の宇宙飛行士は計7人になった。